はい、こんにちは、ダイハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は仮面ライダーガッチャードからのデラックステンライナー行きたいと思いますけども、そう、こちらはね、2月に発売したんですけども、まぁ、ちょっと前にこちらのね、クロスホッパーも出たわけなんですが、今更ながらね、見ていきたいなと思います。でね、まぁ、こちらアイアンガッチャードに変身ということで、まぁ、劇中ではね、禁断の錬成で、はい、まぁ、カードがね、こちらスチームライナーからテンライナーに変わって、で、まぁ、使ってるわけなんですけども、あと、付属があれか、ワープテラ。これもなんかね、ピックアップされてたよね。うん、敵のね、このワープテラの、そう、ワープの能力で戦うっていう戦い方結構面白いなと思いました。はい。まあそんなわけで見ていきたいんですけれども、そう、テンライナーって名前だけ聞くと時の列車っていうのがね、浮かぶんだけどもね。今回は、まあクロス X10、10だからテンライナー。はい。では見ていきましょう。はい。インナーはこちらです。ちょっとね、毎度のことながらちょっとね、まあ補足なんですけども、もうここ最近ちょっとめちゃくちゃ忙しくてね、まともにね、動画を撮るっていうね、時間がなかなかなかったものですいません。ちょっとね、ほんとスローペースっていうのはね、しばらく続くかなと思いますけども、何卒、はい、ご了承のほどよろしくお願いいたします。はい、そんなわけで付属のカードがテンライナー。はい。まあカードもね、まあケミっていう生き物自体だからね、まあ進化とかね、そういうのもあるみたいね。ほう。で、このカードの違いがこう。うん。こっちの方が断然かっこよくなってる。で、もう一つがワープテラ。で、こちらが SR。はい。で、裏がこれね。で、テンライナーが後ろ。はい。ナンバー10。ナンバー10じゃん、レベル10。はい。ってなわけで本体いきましょう。はい、こちらが本体です。で、ここは左右展開。で、ここもね、パカッと開くんだけど、こうね。そう、もうこれもね、2月にね、買った時、まあ何が入るんだろうみたいなことやりたかったんだけど、もうね、クロストッパーが入る位置っていうのはもう分かってるので、そこら辺は省略しましょう。あ、でもこれ手触りいいな。うん、もうカチカチ感が心地いい。やっぱあれよね、そのカード系もね、まあカード系でいいんだけど、個人的にはやっぱこういってね、プラの固形物いじっていく方が全然面白いね。で、ここにボタンで、で、テスト電池が入ってるのか。はい。行きましょうか。まあ一応音声が6種類か。でもなんかイントネーションが違うから、一応ね、テーンとかテンライナーとか言ってんだけど、まあイメージ的にはあれかな、冒険者のズバンみたいな感じ。うん。感じかな。で、まあ展開した後ろ姿がこうで、まあここはベルトにセットする、はい、アダプターになってます。てなわけで単体遊びは以上かな。はい、それではね、ガッチャードライバーと連動で行きましょう。まずは片側にテンライナーのカードをセット。テンライナー。そしてテンライナー本体。開いてセット。いいね、このごつさがやっぱたまんないね。音も迫力あっていいし、まあ、光り方も綺麗。まあこれね、翼が開いて、まあ、全部隠すんじゃなくてここら辺がね見えるっていうのはやっぱりいいかな。で、さらにワープテラーのカードいきましょう。ワープテラー。 天雷の アイアンガッチャードライナー。
いや、いいね。なんか、他力本がすげえ、なんていうのかな、なんか、中東とかアラビアとかなんか、それっぽいような、なんか、曲調の他力本、すごいなんか、癖になるな。はい、ではね、ボタンで音声。音声は4種か。まあ待機音とか効果音、そして変身音が鳴る、こういった玩具なんだけどね。そう、たまに出るのがね、こういうセリフ込みの、アイテムなんだけど、こういうのってすごい嬉しい。で、取り外しはね、ちょっと見にくいかな。はい、ここと反対側、これをつまみながら外すと。で、これでテンライナーで、テンライナー側には通信のね、まあ、操縦信部があるので、まあ一応ね、電源切った状態のドライバーなんだけど、まあ音は鳴らないかな。うん、こうなります。そう、通信してなんぼだね。で、その後にここだよね。はい、クロスホッパーが入ると。はい、そんなわけでね、今回の動画は以上となりますけれども、まあ、こちらのね、アイアンガッチャード、まあ、個人的にね、このデザインと配色がめちゃくちゃ好きなんですよ。濃い青と金と黒、このデザイン、なんだろう、目の前にこの被さるバイザー、このスリットがすごい好きっていうのと、まあ、配色かな。胸元のデザインなんかもめちゃくちゃ好きで、まあ、両腕のね、機関車はちょっといびつなんだけど、まあ、それを差し引いてもね、このライダーはすげえ好きかなといったところです。はい、でもね、これでももう最終でもいいんじゃないのとか思うんだけどね、最終はクロスホッパーでプラチナか。うん、これはちょっとね、別の動画でやるんですけども、いや、テンライナーいいな。うん、やっぱこういったね、はい、固形、プラの塊っていうのはもうめちゃくちゃ好きで、やっぱこういった方が全然いいわ。で、これね、ちょっと、そう、転がす走行もできたんだよね。タイヤがね、全部でね、4輪あるんですけれども、なんかいい感じで、なんか軽快な感じで、これは面白い、シャラシャラ遊んでて。で、まあここね、そう、展開して、バッタ君が乗ると。はい。まあそういった動画になります。まあそんなわけでね、まあちょっとね、2月発売の、テンライナーなんですけれども、はい、今更ながらやりました。で、次はね、またクロスホッパー、まあ続けてやりたいんだけど、ちょっとどうかなといったところです。まあ聞きながらお待ちください。てなわけで、ご視聴ありがとうございました。お次はクロスホッパー。